友達大作戦実況プレイまたやっていこうと思います。で、動画外でなんですけど、結構掃除とかやって、で、ここに花をね、植えられるようにっていうか、植えれることに気づきました。で、これね、この上に花が咲くんですけど、一定時間で。で、その花をもぎってたじゃないですか、前回。その花を植えれると思ったんですけど、なんか、植えれなくて、また新しく花屋で苗を購入して、植えるっていう流れで、植えることがやっとできました。そう、花をね、もぎっても、上からもぎってきても、なんか植える時になると、植える中に表示されなくて花が。で、ちょっと悩んでたんですけど、あの花は、上で取れる花は、もう売るしかできないのかもしれない。ということに気づいて、花を諦めて売って、苗を新しく購入して植えました。やっぱなんか見栄えがいいし、あれだね。穴掘ったところすぐに、前までは掘ってすぐに戻してたんですけど、穴。これでやっと、もう掘った後のやつか、まだ掘ってないところかっていうのが分かりやすくなって、いいし、見栄えがすごい良くなったと思います。で、あとはこの家の周りだけじゃなくて、他にもやっぱり穴開いてるところいっぱいあるから、ここにも植えたんですよ。ちょっとずつ花増やしてってます。まだね、こことかいっぱい掘れるところがいっぱいあるから、また時間ある時に花を増やしていこうかなって感じです。それ以外でなんか穴の使い道ってあるのかな。ないよね、多分。ここ掘った後、掘ったらもうなんか植えるしかないと思うんですけど、どうなんだろうか。でね、なんかさっきからずっとね、この珍獣を、あ、幻獣か、珍獣って幻獣をめちゃくちゃね、取ろうと思ってるんですけど、さっきから一個も成功しないの。あ、でもこれはなんか成功しそうな予感がする。成功しないんかい。もうね、何回ぐらいやったかな？ 5、6回ぐらいやったんですけど、全部失敗してたんだよ。だからもうなんか、自分下手くそになっちゃったのかなとか、思ってたんですけど、なんとか、一匹ゲット、できた。よかった。もう取れなくなってたらどうしようかと思った。下手になりすぎて。もう今のところ幻獣を譲ることでしか、あと花をちょっとずつ売ることしか、お金貯める方法がないから、あと幻獣1匹あたり300ジェニーだから、で花が1個あたりどれぐらいだったかな、30ジェニーとか20ジェニーとかそこら辺なので、やっぱ幻獣はちょっとかわいそうだけど捕まえてくしかない。これからお金を稼ぐとしたらってところですかね。あとはなんかもう街の至るところできる限りで見る限りはもう綺麗にできたかなってと
ところですかね。結構綺麗にしたんだよ。でなんか町の人に話しかけたら、あ、この人じゃ、この人ではない。この人はもういいことしないお姉さんだから、いつ聞いても、なんかね、町の人に話しかけれると、この人でもないや、褒めてくれる。あ、メールが届いたぞ。さっきまでずっとゲームつけてたのにメールが来なかったのに、メールが来たんだけど、誰だろう。なんか町の人があんまりさっきみたいに話してくれないんだけど。魚の骨？あー、なるほど。そう、いっぱい採掘をいっぱいしてるから町の人があんな反応になってるんだと思う。でもこれでもまだ 62% なんだね。多分このディグハンターっていうのが採掘のやつだと思うんだけど。そっか、まだ 62% か。まだ頑張らなければいけないね。で今回なんですけど、ひそか編やってみようかなって思ってます。なんか結構街探索してみたんだけど、ひそかしかいなかったから。あと、なんだろう、あとひそかと原色団だけだと思うんですけど、ひそかしかいなかったんだよね。うん、ひそかがいる。ちょっと待っててね、今メールを読もう。誰だろう。ん、あ、クラピカ、まさかの。てかメール全然来てないな。なんかね、メール送ってもなかなか返事返ってこなかったりするんだよね、このゲーム。結構毎回送ってるんだけどね、手紙。私の送った弓矢を有効に使っているようで嬉しい。絶滅しそうな幻獣はまだまだたくさんいるから、うまく役立ててほしいと思っている。クラピカ、おお、弓矢の話ですね。弓矢を有効に使っているようで嬉しい。絶滅しそうな幻獣はまだまだたくさんいるから、うまく役立て。そんなに幻獣捕まえてるかな、コトコ。借金返せるぐらいしかあんまり使ってない気がする。 45% か。でもこれでも結構やってる方なのか、 45% って。やってないと思ったけど。なんかコトコの出す手紙の内容については誰からも返事が返ってこないんですけど。大体はなんか、あの、あれだ、あれか、クリアした後に来る手紙と、あとなんかそのさっきのクラピカみたいな、ちょっと進めてったら来るメールだけしか来ないんだけど。キーワードにうまいことはまってないのかな、返事が返ってくるキーワードに。あれ、ひそかがいなくなってる。どっかに行っちゃった。そう、さっきも掃除とかしててマップ歩き回ってたんだけどね、ひそかがね、ちょくちょくいろんなところで出現するんだよ。ひそからしいといえばひそからしいんですけど、だからどこにいるかわかんないんだよね。次はどこに行ったんだろうか。あ、いた。いたいた。探してたよ。じゃあ、ひそか編始めましょうか。ひそか。え？原因旅団編が始まるのこれ。ひそか編は？弓の
望みを叶える方法は一つ、雲の一員になることさ。あれ、ひそか編ってなかったっけ。僕は雲のナンバー4を倒して入れ替わった。知ってます。君はどうする。僕と勝負する気はない。ひそかと番号変わるってこと。賢明だね。じゃあこうしよう。僕は君に倒されたことにして、このナンバー4を。そういう感じなんだ。期待は何かって、ただの気まぐれ。さすが変化系ですね。いや、それよりも団長の実力がどれほどのものか君で試そうってわけ。コトコで何が試せるというの。君が団長になったら。そういうこと。でもコトコ団長を倒す気はさらさらないんですけど。どうだい、悪くないだろう。ひそかの思惑通りには多分ならないと思うよ。この場から立ち去るはちょっとあれだろう。条件を受け入れるしかないね。余談がどこにいるか、そのくらいは自分で探せるだろう。ひそか編をしに来たんですけどね。さあ、僕のどっちに手伝われてきたナンバー4を上げる。あ、どうも、どこに貼ろう。早く行くなよ。あ、背景、クモ、デイン。旅団編が始まっちゃった。お前がひそかが抜けた代わりか。え、そんなあっさりと、あのひそかがってならないの。あいつが簡単にやられるとは思わない。うん。まあ、いいだろう。そうでしょう。お前が俺たちの仲間にふさわしいか、これからテスト。やばい。絶対にテスト合格しないんだけど。かっこいい。みんないる。バーツビック村に相当な価値のあるお宝があるらしい。新入り、お前がそれを取ってこい。ああ、なるほど。竜を取ってこいってこと。他に手が空いているのは誰。誰と行こうかな。団長じゃダメなの。団長と行きたいっていうか、どうしようかな。一人一人選べるんだ。どうしようかな。迷うな、すごく迷う。じゃあウボさんからにするか。ウボさんで。ウボか、仲良くやるよ。よろしく。強化系といっても俺はただの筋肉バカじゃないからな。お前何か筋肉バカじゃないですか。操作系です。操作系、ふん、まあいいや。これ系統によってやっぱ会話変わってくるんだよね、多分。なんだろう、強化系だったら喜ばれるのかな。ウボウさんよろしく。ここがバーツビック村か。うん。面倒くさいことは嫌いだ。片っ端から積み上げて、お宝の情報を聞く。怖っ。ダメだよ、一般人締め上げるの。お、 BGM がやっぱ違いますね。さっき話しかけた時はあれだったんだけどな。あの、あなたがあの掃除してくれてたのみたいな感じだったのに。また誰かがやってるみたいな会話になっちゃった。で、あの町で、住んでる町で、の方で、いろいろまた、家の中とか、普段やらないところ探索したんだけど、やっぱり、あ、そうです。私が消してるんですよ。なんかね、雑巾とか、あとレコーダーとか欲しいんだけど、くれる人はいなかったんだよね。だからバーツビック村でなんか
またもらえないかなとか思ってるんですけど、どうなんだろう。あ、あった。デフォルメキャラだとちっこいね、なんか私と同じぐらいの身長。あ、そんなこともないか。なんか可愛らしいね。早いところレコーダーとか欲しいんだけどね。てかメールまた送ってみようかな。送ってみよう。クラピカ、弓矢ありがとうね。今度会いたいんですがよろしいでしょうか。レオリオには言わないからね。とりあえずあのクラピカに弓矢ありがとうってことをこの前言い忘れてたから、ありがとうということと、あとね、会いたいっていうワードが返信してくれるワードに入ってたような気がするんだよねっていうのと、あとレオリオが、彼はレオリオのことが嫌いなのでレオリオには内緒にするということを伝えて、これで返事返ってこればいいけど、返事返ってこないかな。どうなんだろうね。そういえばゴンとキルアはどうしてるだろうか。元気にしてるかな。ウボウさん、村人締め上げるって言ってたけど、村人に話しかけた方がいいのかな。あ、締め上げてる。締め上げてる。これコトコが締め上げてんのかな。誰に聞けばいいんだろう。あ、締め上げてるわ。なんかいつもより人がここに多い気がすると思ったら締め上げてるのか。本当に女性は締め上げないよね、さすがに。あ、うん、よかった。どうしようかな。どうすればいいの。お宝のこと知ってる人を探せばいいんだよのかな。これはおじいさん知らないですか。おじいさんはさすがに締め上げないんだ。えらいぞ、ウボウさん。お、一体誰が来てるんだ。こうなったら二人別れよう。1時間後にここへ。女性は締め上げちゃダメだからね。分かってる、ウボウさん。そういえば旅団編結構あと3人ぐらいいたけど、みんな同じような感じなのかな、ストーリー的に。あ、案内状か、これ。そんだけ。そんだけ。誰か話してくれないと。ウボウさんがみんなを締め上げちゃうよ。1時間後に集合って言ってたけど、時間がわからないんですよね。ホテル、こんにちは。誰か知りませんか。なんかメールが来てたんですけど、誰だろう。まさかクラピカ。クラピカだ。誕生日おめでとう。
私の仕事の都合でお祝いに行くことはできない。すまないな。そのうちおんたちと一緒に遊びに行く。それでは元気で暮らしは。ん？誕生日？ことこ誕生日なんですか？誕生日1月1日になってるんですけど、ことこ誕生日なんですか？クラピカ今何の仕事してるんだろう。そして誕生日だとしてもクラピカからしか手紙が来ないのか、悲しい。ゴンとキラーは何してるんだろうな。手紙今度送らなきゃね。ここら辺手つかずすぎるでしょ。ゴミがめっちゃ落ちてる。また動画外でやらなきゃね。もう放置しすぎてる。ここあら、ウボウさんがいる。どうだ、何か聞き出せたか。何にも。収穫なって、おめえもかよ。あ、おじいさん。わあ、ダメだよ、締め上げちゃ。教えてくれるんかい。これがお宝なのか。なんでも目が宝石のように赤く光るそうじゃ。火の目だね。話してあげて、ウボウさん。この玄武さんってのはどっちにあるんだ。何ある、生だよ。野蛮すぎる。ん？ひそか。おいごや。もうあれなのかな、銀色弾編とひそか編ってなんか同じような感じなのかな。同じ一括りにされてるのかもしれない。北にある山に向かうぜ。オッケー。もう締め上げちゃダメだからね。もう密か編っていうのはないのかもね、もしかしたら。いろんなところで密か出てくるしね、結局。玄武館ってのはここか。ウボウさん、わかるのかな。何もねえじゃねえか。スザクとか青龍とか玄武とか。あ、ひそかが教えてくれるんだね。やや、ひそか。僕？僕って誰だ？だよ。え？あれ、わかんないの？なんで？この間まで君たちの仲間だった幻影旅団ナンバーフォースだ。おう、そういえばそんな奴がいたな。え、なんでわかんないの？何の用だ？今忙しいんだかな。聞いて損はない話だよ。相棒は捜査系だったね。捜査系ですよ。ああ、ダルナークと同じ捜査系だ。だったらこの先に掘り小屋があるから、そこにいる男を使って案内してもらうといい。ああ、念能力によってやっぱり違うんだね。なんだ、どこに案内してもらえるんだ。それは後のお楽しみ。じゃあ、アリオース。アリオース。へえ、面白いねこれ。違う念能力でやってみても面白いかも。例えば強化系とかだったらどうなるんだろう。街にいる人みんな締め上げるんかな、やっぱ。山にいるなんか おじさんを操作しろみたいなこと言ってたね。おじさん？どこにいる？ひそかの話、話半分で聞いてたから、どこ行けばいいんだろう。ああ、あったわー。ここやな。こいつがどうだ。おい、
手っ取り早くやってくれ。捜索開始時のマップにあったとは。めっちゃ時間かかったやん。ヤルナークのとは違うようだ。どんな念能力なんだろう、操作系って言ったって。行こうか。どんな能力やねん。待って、おじさん。これは案内してくれるから楽ちんだね。特質系とかこれでできたっけな。なんか操作系はになったけど、分かりやすいストーリーになってるけど、変化系とかね、強化系とかどんなストーリーになるんだろう。あ、ピラミッドのとこに行くんだね。ここがその場所が、見たとこ丘というよりピラミッドみてえだな。うん、どこかに入り口があるはずだって。そんなもん探すだけ面倒だ。俺のビッグバンインパクトで入り口を。やってくださいよ。あ、本当にやってくれるの。あ、やってくれるんだ。入り口ができたぜ。ありがとう。探すの下手くそだからちょっと助かるわ、それは。コウモリ、レキュー、ピラミッド。コウモリ？まさかまたあのミニゲームが始まるというのですか？ビッグバンインパクトでピラミッドの中潰さなくてよかったね、そういえば。どう迷路だ、一体どっちに行ったらいいんだ。落ち着いて、きっとコウモリが出てくるよ。え、出てこないんかい。コウモリって書いてあったから出てくると思って身構えてたのに、出てこないんかい。あれ、ここじゃないだって。珍しいね。ってことはこれコウモリ出てくるパターンのやつやね。どこだろう。こことか行ってみる。ん？めっちゃ迷路じゃん。旅団編だけなんか違う感じ。そろそろコウモリが来そうな予感がする。あれ、行き止まりなんですけど。こんなところでも迷子になっちゃうの。あ、迷うルートだったんだ。なんだ。待てよ。あれはなんだ。うん、コウモリか。あ、竜だ。倒しちゃダメだよ。保護するんだからね。竜の子供だ。めんどくせえ。こいつを持って帰ろう。え、そんな。こんな適当な感じなんだ。ミルキと同じパターンだね。とりあえず持って帰ろうパターンだ。なんだって、俺と勝負がしたい。あ、勝負するんだ。それが望みなら叶えてやろう。お前が勝ったら予断はお前のものだ。あ、そんな感じなんだ。クリアしちゃった。
へえ。じゃあ、ひそか編はやっぱないってことなのかな。そっかそっか。